そんなに送るんですか、お父さん。いろいろ世話になっとるからね。お中元に冷やしウイスキー。どうしよう、高川さん。いいですよ、あの人は世話になってないもん。そうは言っても冷戦用紙の贈り物。友和君、寝ちゃった？起きてますよ、お父さん。ひょいっと冷やしウイスキー。男には眠れない夜ってのもあるよね。女にはないんですかね、そういうの。とびきりの天然水割り、冷戦用紙新登場。モルツって言うんだよ。もう一度やってみねえか。あとはお前だけだ。男ならモルツ、うまさストレート、新モルツ誕生。新球団モルツ。センター山本、ピッチャー江川、ファースト監督豊富を立つぞ。男ならモルツ、うまさストレート、新モルツ誕生。チームのために投げますよ。自分のために投げろ。やるじゃねえか。男ならモルツ、うまさストレート、新モルツ誕生。検査か。ストレートでしょ。男ならモルツ、うまさストレート、新モルツ誕生。同点、ワンランナー一塁三塁、逆転のチャンス。川藤打さんかい。川藤、はい。男なら新モルツ。ほんまに出してとかですね。モルツがうまい。江川、全体絶命のピンチです。頼むぜ江川、なんとかしてくれ。マイナップラー最新の球を。男なら新モルツ。助かった。モルツがうまい。本館はこれより秋田へ向かう。艦長、秋田へは新幹線。新幹線？日本人で混んでるに決まってる。小町は席が増えてます。すぐ予約すべきです。バカな、敵に情報が漏れる。明日の小町9号56名予約できました。何、人数まで占めたのか。バレバレじゃないか。だってよし、こうなれば敵の目を欺く。修学旅行を装い秋田へ向かうんだ。艦長、あなたはまた間違ってる。小町の座席が増えました。 JR 東日本。メッセージを。ちょちょ、あなたって笑えよ。声がいいわ。会いたい。ただいまより会わない。あっ、ジェイフォン。ジェイフォン、バイバイ。夜がいつも一人だった。君と出会った遠くから君を、あなたと見ていよう。キスしよう。二人という一人になった。東京デジタル本部、ジェイフォンへ。なんちゃって。弾丸のように君の声は僕を撃ち抜くことができる。私は引き金に触れることができない。いるの？いるの？キスを。君だけを。嘘。ジェイフォン。届かない言葉、こぼれない涙、笑わないテレビ。本当の君。悲しいニュースです。明るいニュースです。意味のないそれらを僕は死ぬほど愛している。ジェイフォン。床屋は掘った穴に向かって叫んだ。言ってはいけない言葉を叫んだ。王様の耳はロバの耳。王様は二人の秘密にしたかったのに。王様は床屋を愛していたのに。ジェイフォン。冬が来て雪が降る。世界は大いなるワンパターンね。12月だからってサンタクロース、それじゃああんまりよね。私を笑え、フジテレビ。ジャン、バカな真似はよして。逃げるのよ。逃げるわけにはいかない。青龍剣の名誉のために。走るわけないでしょ。いや、まぐれがある。まぐれなんかねえよ。いいじゃない、まぐれ。まぐれぜ総理、まぐれぜ総理。大きな声じゃ言えないが、今のは完全まぐれです。思いもよらない結末。信じられない。でもまぐれもあるのさ。ヘイヘイヘイ。10月24日週刊誌。ラベル。
えるお目の道を行け。あなたは最近笑っていますか？こう見えても感動対策なのです。下妻物語。わかるな。哲学フジテレビ。そうか。哲学フジテレビ。じゃ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 ーん。困ったことにバナナが一本しかないでござる。あ、停電。あ、バナナが。誰だ、この甘酸っぱいバナナを食べたのは。甘酸っぱい？バザールでござる。今 NEC のパソコンを買うとどんぶりさん兄弟当たります。カローラ2に乗って買い物に出かけた。財布ないのに気づいてそのままドライブ。彼を迎えに出かけてもう一時間待ちぼうけ。カローラ2はその時私の図書館。アトムベーシックカローラ2。全世界の脳に送るインテリジェントキューブ IQ。 ハマるんです。プレイステーション。